第14回スーパーボールは1980年1月20日にカリフォルニア州パサデナのローズボールで行われた14回目のスーパーボール。NFC チャンピオンであるロサンゼルスラムズと AFC チャンピオンであるピッツバーグスティーラーズの対戦。スティーラーズがラムズを31から19で破って2年連続4度目のスーパーボール制覇を果たした。MVP は スティーラーズのクォーターバックであるテリー・ブラッド賞が受賞した。テレビ中継は CBS が担当した。1977年6月14日、ニューヨークで行われたオーナー会議で第14回スーパーボールをパサデナで開催することが決定した。スティーラーズは第1級にマットバーの41ヤードの FG で3から0と先制したが、ラムズは カレン・ブライアントの1ヤードの TD ランで7から3と逆転した。第2級スティーラーズはフランコ・ハリスの1ヤードの TD ラン、ラムズはフランク・コラルの31ヤード、45ヤードの FG が決まり、ラムズが13から10とリードしてハーフタイムを迎えた。第3級テリー・ブラッド賞からリンスワンへの TD パスが決まり、スティーラーズが17から13と逆転した。 ラムズはローレンスマッカチオンからのハーフバックオプションによるパスでタッチダウンを上げて19から17と再度逆転し第4球を迎えた。第3ダウン残り8ヤード、自陣27ヤード地点で迎えた場面で、それまでボールコントロールオフェンスによるオフェンスプランを指示していたチャックノールヘッドコーチはロングパスをコールロッドペリーを振り切った。 ジョン・ストールワースへの73ヤードの TD パスが決まり、スティーラーズが24から19と逆転した。さらに TD パスと似たプレーで、ストールワースへの45ヤードのパスで、敵陣22ヤードまでボールを進めると、ペリーのパスインターフェアランスにより、敵陣1ヤードまで前進し、最後は、フランコ・ハリスの1ヤードの TD ランで、31から 19? でスティーラーズが勝利した。 ストールワースのパスレシーブはわずか3回であったが、73ヤードの TD レシーブを含む121ヤードを獲得した。LC グリーンウッドによれば、出場したチームの選手には、年俸より多い2万5000ドルが手に入ることとなっていた。ありがとうございます。